こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは東洋水産マルちゃんバリウマ長崎ちゃんぽんになります。なかなか九州から外に出てきてくれない商品ですけれども、リニューアルを挟まずに15年の歴史がある商品ということで、これは本格的なんじゃないかなということで期待しております。はい、よろしくお願いいたします。いただきます。本格派の予感、期待しちゃっていいかな。東洋水産マルちゃんバリウマ長崎ちゃんぽんでございます。はい、それではまず一口。濃厚な感じ、魚介野菜、素晴らしいですね。太麺。うん、押し寄せる魚介野菜豚ちゃんぽんスープ、美味しい。うん、これちゃんぽんじゃないと多分この味出ないですよね、きっとね。素晴らしい。うん、ちゃんぽんにこの表現使っていいかどうかわかんないですけど、ミルキー、美味しい。うん。はい。ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、滑らかで歯ごたえのある太めの麺。あ、そのままでございます。ついうっとりしちゃって細かくレポートするの忘れました。美味しかったです。その通り。はい。次。アサリの旨味とオニオンの甘みを程よく効かせたチキンベースのちゃんぽんスープ。それでこういう味になるのか。深く噛み締めながらちょっといただきたいと思います。はい。次。具材は、キャベツ、イカ、人参、キクラゲ、かまぼこ。なかなか贅沢ですね。うん。一つ一つ楽しみたいと思います。次。九州限定商品。もう、うん、しょうがないですね。はい。ということで、おしゃべりしながらいただきます。うまい。この太麺もね、特にパキッとなりそうな歯ごたえがあるとか、歯が入るとパツッとなる歯切れの良さがあるとか、そういうんじゃないんですよね。しかもボヤンとしてる太麺じゃないですよね。ちゃんと噛めば切れるし、質感があるっていうかね、ボリューム感がある、食べてる実感を伴う麺ですね。ちょっとじっくり噛んでないですけど、原材料見ていいですか。麺のなんか違うのかしら、根本的に。油揚げ麺、小麦粉国内製造、でんぷん、植物油脂、食塩、卵白。シンプル。うん、素晴らしい。シンプルだ。結局なんかね、シンプルな麺っていうのは結構美味しいのが多い気がしますね。今ちょっと似たような食感のものを探したんですけど、カップだとマルちゃんも出してるし、他の企業さんでも出してるんですけど、カップの焼きうどんの麺がゴワッとしてるやつ、あれに似てますね。ちょっとスープ、これがいろんな味わいがありそうなんだ。ポイントにあったアサリ、ほんのり貝の風味ちゃんとありますね。それからチキン、これもわかりますね。結構わかりやすいかもしれない。オニオンはちょっとわかんねえな。魚
魚介もありますね。これ練り物から出てるのかもしれないですね。うん、あと野菜もありそう。下の上の方にちょっとコクを感じるの、これ多分野菜だと思うんですよね。どれどれ、原材料、原材料。添付調味料、ケイシ、食塩、豚脂、チキンエキス、植物油、ポークエキス、デキストリン、魚介エキス、粉末野菜、香辛料。なるほど。っていうか、アサリいないじゃないですか。どこなんですかね。食品添加物？あ、ちょっと食品添加物が面白い。今まで見たことない順番ですね、これ。加工澱粉が3番目。1番が調味料、アミノ酸など。アミノ酸は結局旨味成分だったりするんで、調味料っていう表記は正しいと思うんですけど、大抵のカップ麺って加工澱粉が最初に来るんですよね。要は配合が一番多いっていう意味。なるほどね。そんなにとろみだとか、塗り状成分の味わいというのはいらないってことですね。このスープがやっぱすごいっすね。濃いっすね。濃厚っすね。ミルキーっすね。っていう気がします。はい。それではこの商品の概要についてはいつもの通りで動画の説明欄に気になるところをトークで補足します。この個体の製造ですけれども、東洋水産さんの M11 伊万里東洋さんですね。ブランドは東洋水産さんのバリウマ。はい。九州限定のブランドですね。九州で美味しいとこばっかりとって我々に楽しませてくれないんだから、みたいな感じはしますけれども、時々こう、九州フェアなんかが近くであると、こういう風に買えるチャンスがあると。で、種類はちゃんぽんということで。ちゃんぽんという名前は、いろいろ混ぜる料理ということの総称みたいなんですけれども、太麺に魚介を合わせるのがオーソドックス。とはいえ、まあ、ちゃんぽんといえば長崎ちゃんぽんですね。日本ではね。区別するためにこう、何々ちゃんぽんなんてつけたりしますけれども、普通にちゃんぽんと言ったら長崎ちゃんぽんというのがディフェクトスタンダードですか。こちら発売日はおそらくですけれども2008年9月の8日発売版。なかなか長い歴史がありますね。その頃から伊万里東洋さんが作ってたのかどうかちょっとわからないですけれども、かれこれリニューアルせずに15年目っていうことになりますね。すごいですね。価格は236円。この美味しさで236円、ありがたい。ご当地は長崎県の長崎ちゃんぽん、管理をさせていただきます。麺種別は油揚げ麺。この油揚げ麺っていうのも一役買ってるような気がしないようなですね。この質感というかね、ノンフライにしちゃうと逆にやりづらいのかもしれないです。内容量は86g、麺 65g、 エネルギーは381kcal。 3大栄養素、食塩相当量確認してみますと、カップ麺ってどうしても塩分が高くなっちゃう、そこは気になりますけれども、それ以外だと特に気になるところはないのかなという感じです。以上、この商品の概要でございました。ではちょっと具材を順番に見ていきましょうね。かまぼこ、魚肉練り製品ですね。多分具材としてよりもスープに魚肉のエキスを出すための具材っていう感じなんじゃないかなと思うんですね。このかまぼこっていうのも練り製品ですけども、いろんな地方にあるそれぞれのご当地ちゃんぽんの話とか始めると、内陸部だと鮮度が高い魚が手に入らないから練り製品を使ってちゃんぽんを作ったみたいなね、そういう歴史が結構あって、かまぼこ一つにも結構歴史があるという、はい。キャベツ、これ白いですけど青いとこもありますね。あ、そうなの。僕今までキャベツっていろんな商品で具材に使われて、1分戻しなの、5分戻しなの、キャベツくんも大変ですねみたいな話をしてきたんですけど、解決法が今一つありましたね。白いキャベツの芯残し。なるほど、これは思いつかなかった。人参ですかね、これ。あ、柔らかい。人参が柔らかくなってるのは素晴らしい。なかなか戻すの大変なんですよ、人参ね。キクラゲでかいわ、これ。カップにしては。お店に行ったらね、このくらい普通ですけど。美味しい美味しい。これ買えないんですか、全国で。いや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 、それはちょっと辛いな。買いたいな。麺が太いから伸びづらいですね。へたるのが遅いですね、やっぱりね。燕三条のね、背脂ラーメンあります。その背脂ラーメンが確立される初期ですね。その頃に出前でその地場産業の労働者の方々にラーメンを届けてた過程で、どうも伸びちゃうから麺太くして伸びづらいようにしようぜっていう、それで極太麺になったっていう経緯があるというふうに勉強したんですけども、やっぱり太麺って伸びづらいんだなって思いますね。頑張ってる。下手らないで頑張ってる。うん。ちょうどうちのチャンネル始めて4年目になるんですけど、4年前は僕、ちゃんぽんっていうのがどこが美味しいのか分かんなかった。
このチャンネルを通していろいろ食べてきて、あ、ちゃんぽんって美味しいじゃんってわかるようになってきて、以前お店で食べてどこが美味しいんだろうと思ってた一杯ももしかしたら今食べると美味しいのかもしれないちょっと思ってきて、もう一回お店でちゃんぽん食べてみようと思います。ミルキーだ。うん。はい、残りこれだけになりましたので一気にいただきます。美味しくいただきました。ここまでリニューアルの機会も挟まずに15年続いている商品ですし、この後も続いてくれるんじゃないかな。それがこれだけ美味しいことが分かっていれば嬉しいですね。はい。ということで、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は東洋水産マルちゃんバリウマ長崎ちゃんぽんいただきました。こんなこと言うとおこがましいかもしれませんけれども、多分美味しいカップの長崎ちゃんぽんの教科書の一つみたいな位置づけでいいんじゃないでしょうかね。ちゃんぽんのここがこういう風に美味しいんだよみたいな、例えばスープがミルキーだよ、野菜と魚介がたっぷりだよ、アサリの旨味があるんだよとか、チキンベースだよとか。でも僕自身もまだその麺のポジションっていうのがよく分かってない、そういうところもちょっとねおいおい勉強しながら自分自身でいろいろ仮説を立てて検証して自分なりの結論を出して、もっともっとちゃんぽん楽しみたいなというふうに思っております。はい、ということで大変美味しくいただきました。どうもありがとうございます。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。